研究中のラスバンメアリー・ジェーン・ラスバンはアメリカ合衆国の甲殻類を専門する動物学者である。1884年から没するまでスミソニアン研究所で働いた。ニューヨーク州のバッファローで生まれた。1歳の時に母親を亡くした。1878年にバッファローの学校を卒業したが大学に進むことはなかった。1881年に 兄のリチャード・ラスバンが動物学者、アディソン・バーリルの助手に雇われて、兄と共に、マサチューセッツ州のウッズホールに出て初めて海を見る、ことになった。メアリーは、バーリルのチーフアシスタントのシドニー・アービング・スミスの、標本の整理や分類、記録を手伝った。これ以後、甲殻類の研究を行うことになった。3年間は、無償で働いた後、 スミソニアン研究所のスペンサー・フラトン・ベアードに研究員として認められた。その後、スミソニアン研究所で主に単独で研究を行い、28年間後、工学類部門の副学芸員に昇格した。退職後の1915年にピッツバーグ大学から名誉学位を得た。1917年にジョージ・ワシントン大学の博士号を得た。百九十一年に ジェームズ・エドワード・ベネディクトと共著でパナピアス族に関する論文を執筆して以降多くの研究を発表した。主著は炭水ガニで1904年から1906年に3巻で出版された。166の論文を執筆し、大西洋渡りガニを含む1147の新種、亜種の記載などを行った。ハモット・スカルペルム・ラスボネットなど多くの種の学名に 懸命されている。ありがとうございます。